みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、大橋ジムの大橋秀幸会長、59、が YouTube、ぶっちゃけチャンネルに出演。今後、世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥、31イコール大橋、の敵になる2人の日本人の名前を挙げた。進行役の畠山貴則氏が、中谷君は井上チャンピオンに間に合いますよね。と切り出した。 井上は35歳での引退を示唆している。それまでに WBC 世界バンタム級王者、中谷潤と26イコール MT との対戦が実現するかはボクシングファンの注目の敵だ。大橋会長は井上が米国テレビのインタビューで中谷がいずれ自分の対戦相手になるだろうと話していたことを明石俺が思うに直哉の敵は中谷と、あとこれからの転身と続けた。那須川転身。 25イコール、経験。はキックの世界王者でボクシング転向後無敗とはいえ、まだ4戦。すでに世界3階級制覇して世界的評価の高い中谷に比べると、井上までの距離は遠いように思われる。だが、大橋会長は、話題になって、東京ドームを埋められるのはこの2人と主張した。元世界3階級王者でトレーナーの八重樫東氏、41、が、 元 K-1 世界王者で、WBO バンタム球審王者の武井幸28イコール大橋、の名前を挙げて、会長、天心は武井が倒しますと指摘した。大橋会長は2人のライバル心も踏まえた上で、井上と同じリングに上がるには、武井に勝ったらと、それも条件になってくると明かした。ますます盛り上がる日本ボクシング界だが、大橋会長の視線はその先を見据える。 天心が上に行かないとボクシング界の発展につながらない。実力的には中谷、スター性では天心とコスト井上尚也の機種に2人を指名した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。